カメラマンうまいかもしれないです。いや、マッツナイッシュ。よう間に合うな。うわー、おっす、おっす。では、フットサル日本代表の源明選手が来てくれました。マッチン、マッツ、ジョー。はい、今感じ、あ、これ感じです。大丈夫だった。おはようございます。今日も全力で楽しい一日にします。はい、では筋トレの方に行ってきます。帰ってきました。だいぶ背中の調子がいいんでね、まあゆっくりめに早く連動させないような感じで今日は筋トレをやってきました。はい、っていう感じですかね。あなたにおかしいでしょ。はい、では準備の方ができたので仕事の方に行ってきます。今日も子供たちをハッピーにさせてきます。はい、帰ってきました。 TikTok とか YouTube と関連させてやってる人が多いですよっていうのを聞いたので、まあ、実験としてね TikTok の方をやってみようかと思っております。おはようございます。今日も全力で楽しい実習します。はい、動画編集の方が、まあ、あとちょっとだけ残ってるので、まあ、パッとやって書き足しをやる間に筋トレの方に行ってきたいと思います。はい、って感じですかね。はい、今から動画編集やっていきます。はい、まあ何が起きてるんでしょうかね。また真っ赤になって、で、いろいろ今やってますが、全然進みません。頑張ります。ではもう全然アップロードされないっつうか、iCloud の方から全然動画が読み込めないので、もう外付けでやっていきたいと思います。はい。では、メディアがオフラインになってるっていう問題については、今対策中です。まあ、前回はねもうほぼほぼわけわからなかったんで、もう全部消して一から動画編集って形にしましたけど、まあ前回よりも僕は成長してるんでね、こっから対策して絶対に7時までに間に合わせたいと思います。おう、はい、ではやっと動画編集の方は終了って感じですかね。はい、はい、では筋トレの方に行ってきます。
今日も全力で頑張ります。はい、帰ってきました。筋肉を伸ばすときに動作をゆっくりするっていうのをねやってみたんですけど、結構いいですね。筋トレを通じてね、自分はあんまり正直自信ないんで、とにかく自信をつけるということと、首から下ぐらいねかっこよくいきたいんで、そんな感じで今年1年全力で振り切っていきたいと思います。はい、はい、では復活です。とりあえず腹減りましたねっていう感じです。いえ、では対談動画の編集の方をやっていきたいと思います。楽しみですね。はい、対談動画がうまく読み込めないので、まあいろいろ溜まってるやつをねどんどん削除してやっていきたいと思います。はい、では今 YouTube の2本目の動画の方をアップロード中です。フットサル元日本代表 の第2話でも出たあの小山豪志選手のドリブルとボールキープの動画を載せます。現状 YouTube 上でねボールキープの動画が結構少なかったりするので、まあぜひ参考にしていただければなと思っております。おはようございます。今日も全力でやったら集中します。はい、では仕事の方に行ってきます。そして子供たちをハッピーにさせていきます。あ、やるよ。3じゃない。了解、行きます。マッチューブです。元府中アスレティックサウルコスの松永選手入りました。ナイス。さすがやな。俺カメラマン上手いかもしれないです。いやマッツナイッシュ。いやマッツナイッシュ。
ギリ映ってた。室田と被ってたよ今。よう間に合うな。よう間に合うな。ちょっとやばい、やばいわあいつ。おっす、おっす。はい、では帰ってきました。あ、そうです。あの、カラキダマグナスというところのユニフォームです。まあ、あの、概要欄の方に、ツイッターの方、貼っておくので、まあ、なんか練習試合やりたいとか、そういうのあれば、ぜひぜひ、どしどし、ご応募ください。はい。おはようございます。今日も全力で楽しんでいきます。おっす。はい。では、眠いですが、筋トレの方に行ってきます。今日もとにかく、自分に勝つ、そんな感じで、行ってきます。では帰ってきましょう。あのやることが迷いましたけど、今日も自分に勝ちました。はい、って感じですかね。一旦休憩です。はい、では仕事の方に行ってきます。はい、帰ってきました。で、明日はいよいよ立川府中アスレティック FC の源明選手と対談って形なので、今日はもうパッと寝て、パッと起きて対談の方に行きたいと思います。ありがとうございます。今日も全力で楽しい一日します。はい、ではもう大体準備ができたので、僕の職場に行って源明選手と対談したいと思います。ではフットサル日本代表の源明選手が来てくれました。松俊マッツ超。はい、こんな感じ。あ、これが感じです。大丈夫ですか。これが感じです。帰ってきました。今日はね、日本代表の源明選手と対談させていただいて、非常に濃い一日って感じでしたけど、フットサルを通じていろんな人を楽しいを伝えていくっていうのと、いろんなフットサル選手とかスポーツ選手との対談を通じて、いろんな人のその過程の部分っていうところを発信していく感じでやっていくので、ぜひぜひマッチューブ今後ともよろしくお願いします。おはようございます。今日も全力で楽しい一日します。はい、ゆくです。これでヒマラヤ登ります。はい、ではお腹が空いたので飯の方に行ってきます。では作業の続きですね。はい、今日はね、カヤブサイレブンというあの永井雄一郎選手とか長里さん、まあ、J リーガー3兄弟の方がいらっしゃる、そのお兄ちゃんとサッカーをしてくるような感じです。
い、では帰ってきました。いや、やっぱサッカーいいっすね。やっぱサッカーいいっすね。まあ、ハヤブサイレブンっていうチームは、環境的には、まあ、寮とかもあって、まあ、みんな働きながらサッカーやるって感じなんですけど、まだ神奈川県リーグの2部ですかね。まず、すごいいい時間だったので、ハヤブサイレブンの皆様、ありがとうございました。まず、収益化させて、で、僕の本当に身近な人たちをね、とにかくハッピーにさせるっていうか、認知につながったりとか、そのチームを直接ね、応援できたりとかね、できるように、とにかくやれることはもう全部やってやろうかと思っております。おはようございます。今日も全力で楽しい一日します。はい。では、筋トレの方にパッと行って、そこから仕事の方に向かいたいと思います。では帰ってきました。若干疲れておりますが、動画編集の方に行きます。はい。まあなぜかね、時系列で動画が現れないっていう謎の現象がね、今週も動画編集に苦戦しておりますっていう感じですけど、まあ今日が土曜日まとめの週なので何話そうかなと思うと、まあ今のところね、チャンネル登録者数135ぐらいなので、いろんなチームに参加させてもらったりとか、いろんな方々にお会いする中で、もう特にね、やっぱ宣伝とかその収入って形でね、サポートさせていただきたいんで、とにかく早くチャンネル登録者数を1000人到達するっていうのと、あと4000時間以上の再生数っていうのを目指して、もうとにかく収益化を目指してね、ゴリゴリやっていきたいと思います。もうそれに向けてね、どれだけ早くできるかっていうのにチャレンジして、来週からまたねやっていきたいと思いますっていう感じです。明日も全力で楽しい一日にします。では。